どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら、ウルトラマンダイナーストロングタイプを使って100式やっていこうと思います。はい。このキャラですね。まあ、当然単色なんですが、今一番熱い火属性の単色でして、最近ですね、ロザリンがこっそり評価上がってたの皆さんご存知ですか？火の単色が、まあ、郷里を筆頭にね、どんどん強くなってきてるわけなんですが、今回このダイナがですね、ロザリンと相性めちゃめちゃ良くて、まあ、またさらにもっと強いキャラ近々出るんですけど、一旦それは置いといてね、めちゃめちゃこれ相性が良くて、体力タイプの全パラが 3.5 倍、火の2コンボで攻撃力が7倍、火の3コンボでなんと10倍乗ります。10倍。で、もちろんね、浦田事件とかっていう攻略遠征だったら、別に火力ってそんなに必要ないんですけど、100式となれば話は別なんですよ。火力が高ければ高いほどいいんですね。で、このダイナは35倍という攻撃力を誇っていまして、めちゃめちゃ高い上にですね、非コンボ強化も乗りますので、さらに火力が安定するということで、今火の単色がめちゃめちゃ熱いんですね。今日はダイナと郷里を、間違えた、ダイナとロザリンを組み合わせて100式やっていこうと思います。編成こんな感じになります。はい、まずはダイナ7強にリーダーチェンジ耐性、そして五条武器継承です。はい。そして郷里です。こちら、超覚醒無効貫通に、遅延2つに、毒目覚め耐性。そして、有利武器継承です。はい。有利武器ちょっとこれ、育成後でしときますね。はい。で、ダイナです。7強に、上限解放。そして、グレオン武器継承ですね。まあ、このグレオン武器はね、もうさっきメリアム編成でも使いましたけど、100式チャレンジ最強武器となっております。はい。そして、こちら、宝剣ですね。宝剣は、お邪魔目覚め、お邪魔耐性プラスに、遅延2つに上限解放。そして、グレオン武器継承です。こちらは7コンボ強化ついてるんでね、火力枠として活躍してくれます。そして、こちら、花沢です。お邪魔目覚め耐性に、こちら、ロシェ武器継承ですね。はい、回復力上げて。で、まあ、スキルもね、変身後のこの2ターンスキルで、ヒドロップ生成として使っていきます。ロザリン、花沢ループですね、この編成は。最後、フレンドもちろんロザリンです。遅延3に悪魔キラー、10連ガチャダラ継承で、まあ、ロザリン今回の一番の火力のメインですね。スキル、そしてリーダースキルで活躍してもらいます。今日は76のね、ロザリンダイナ編成かな。ロザリンダイナ編成を使って、格式で遊んでいこうと思います。ダイナはね、今現状まだ持ってない人も多いと思うんですが、まあ近々ね、ウルトラマンイベントがね、復活するということで、そちらで入手していただければなと思います。はい。まあ今日はこちらの編成使ってね、100式で遊んでいこうと思います！行きましょう！さあ、ということで1階層からやっていきましょう。まずはロザリン変身してあげて、平積みしていきます。はい。別にね、盤面に火の2コンボがないからといってね、負けるわけじゃないんで安心ですね。はい。まあ、とりあえずロザリンだけ必ず打っておいてあげて、序盤は無理に突破せずに、スキルダメしていきます。はい。で、このスキルダメする理由なんですけど、ダイナがですね、バトル2までに変身する必要があるんですね。何も考えずに、トパートパートパーってしていくと、ダイナがたまらずにね、積んでしまいますので、ちょっとめんどくさいんですけど、ダイナのスキルダメということでね、1、2階層はゆっくり時間かけて突破していきましょう。まあ別にでもあれですね、2階層で言うてスキルダメというか、まあ、火属性吸収が消えるまで待つことになるので、なんて言うんだろう、別にどっちみちスキルダメはできるから、あんま気にしなくていいです。まあ、一応とにかく1階層はゆっくり平積みで殴っていくよって感じでお願いします。はい。強。誰が今一番強かったか分からんかったけど、誰か分からんけど強。あ、もうでもこんぐらい耐久すれば十分なんで殴っていきます。あんまグダグダ殴り合うのめんどくさいんでね。さあ殴っちゃいましょう。さあこれで。誰が一番火力出るか。これクイズにしたら分かんない人めっちゃ多そうだけどね。答えは？宝剣でした。意外。宝剣50倍出てるわ。そっか。もともとの攻撃力がめちゃくちゃ高いっていうのと、10強10強に7強武器がついてることによって、これで火力が50倍出るから優秀と。なるほどね。意外ですね。さあ、じゃあこれで13コンボの14コンボ組んで、15コンボ、16コンボ、17コンボ、18コンボ。さあ、これも宝剣の火力で倒していきます。ただほぼ同率でダイナも火力出してますね。10強10強7強7強。なるほど。攻撃力の差ですね。宝剣の方が2倍近く攻撃力持ってるんで、火力的には宝剣の方が出るけど、覚醒バイオス的にはダイナが100倍なんで、ダイナもかなり優秀になってますね。またロザリン変身前でこれなら、こいつらめっちゃ期待できるな。で、ここもさっさとダイナ進化しちゃいましょう。で、有利打ってあげて、1ターン耐久。はい。で、左タケで、一旦耐久します。全体攻撃いらないように注意です。はい、左タゲで10コンボ、11コンボ。さあこれで耐久で、耐久終わったら次宝剣打ちます。
2ターンチェーン入れてあげて、やばい、あった。まあでも大丈夫大丈夫大丈夫、ここで万が一他全員倒しても大丈夫なんで焦る必要はない。はい、1コンボ、やばい、これ倒れてないじゃん、危な。1コンボしたら終わってたな今で。ここも平積みで、はい、こんな感じで非属性吸収が消えるまで少し粘っていきましょう。12コンボ、サンキュー。あ、怒るんだ、まあいいや。でここで五条武器打ちます。はい、からのロザリン変身で非属性吸収が消えたら突破していきましょうということで、1コンボ2回。じゃあこのまま倒していきます。ちょっとね序盤の耐久めんどくさいんですが、まあでもこれで逆に言えば OK です。あ、今沢変身してなくね、怖っ。あと5ターンじゃん、一番大事なキャラ変身してないやん。さっさと花沢変身しちゃいましょう。あ、でも距離使ってからの方がいいっちゃいいから、まあまあこれは OKOK。 はい、倒していきます。ルーレットうざ、ルーレットやだな。さあこのダンジョンね、あれなんだよな、そんなにギミック耐性がいらないからさ、逆に使うスキルが多すぎて困るんだよな。まあ、でもリーダーのね五条武器とかも貯める必要ないからね、ガンガン変換で使っていきたいしね。あ、まあ、こんな感じで6333で殴っていきます。勝利軽減でボスの発狂も耐えれるから五条武器もいらないしね。え、火力めちゃくちゃ高くない？しかもいいじゃん。相手が水属性のタイミングでバトル5以降の場合は打っていきたいですね。あ、ってごめん、4階層で距離だったわ。ここで打っちゃうと指現象に食らっちゃうから注意。まあ、別に気合でなんとかなるなら大丈夫、相手の場合ならないから注意。死ね死ね。ダイナのアシスト打ちます。グレオン武器発動、危ない。本来はここで距離打ってください。もう一度言います、本来はここで距離打ってください。もう一度言います、本来はここで距離打ってください。絶対に3階層で打たないでください。そしてマジナイスグレオン、お前が最強や。で消せないドロップはほぼ食らわないんで、え、もうこれあれですね、もうダイナもほぼ自由ですね。え、もうじゃあほとんど自由やん。で、消せないドロップ回復もほとんど食らわないんですよ、このダンジョン。でもほぼ自由に言ってますね、こんな。で、無効感火力も十分出せるはずなんで、ロザリン打ってあげて無効貫通組んでいきましょう。ナイス。こんな火力出るもんな、これだって。え、実際はこれが50倍出てるんでしょ。え、非コンボ強化ってさどんぐらい火力出てるんって話だけどね。だとしたら、はい、でここは花沢打ちます。ロザリン花沢ループなんでね。実際のこういう非コンボ強化系のパーティーって何ダメージくらい出てるんでしょうね、気になってきた。もうなんかだってこん、なんだそのヒドロップのつながり方。だってこれでこんなんだもんね。やばいよな。ほら、これでこれなんだもん。いいな。はい。チェーンか。まあまあいいでしょう。ロザリン打って殴っていきます。そう。覚醒無効も、いやでも覚醒無効対策でグレオンは残しておきたいね、一応。覚醒無効食らったらめんどくさいから、冒険のアシストグレオン武器は残しておこうって感じか。でダイナはもう水属性来たら撃っちゃおう。勝利は軽減ループ。あ、遅延食らっちゃったから溜まってないのか今。まあでも別にだったらこのさね、リーダー撃っちゃえばいいんで、これで非生成してあげて殴っていきましょう。
こんな感じ。さあ、これで、あ、でも1ターンなのか。まあ、そうよね。さすがにそりゃそうか。ずっと火属性に変えるのは強すぎるもんな。え、都合いいな、こいつ。火属性になってくれたんだけど。なんだこいつ。そっか、元があれだからか。で、ロック解除はダイナが対応してるんで、勝利打ってあげて、特に打ちます。ダイナも強いね。いや、マジでいいな。え、なんか、正直この編成ネタ編成なんですけど、ウルトラマンを使いたいためのね。ただ、実用性高いし強いぞ。1コンボ来ない、来ないのはうざい。ロック解除ができない。あ、ナイス76。じゃあこれで盤面でいきましょう。6号盤面だったのか今。6号はむずいな、さすがに。やっぱこの編成76だね。パワーを抑えてる状態でこれだからな、逆に言えばな。はい、じゃあここは無効換で倒していきます。さあ続きまして、7階層です。本当はダイナを早打ちに打ちたいんですけどね。で、ここも先制来るんですけど、距離軽減があれば耐えれるでしょう。うん、耐えれますね。で、花沢打ってあげて、自身の攻撃力だけは上げておきましょう。アンパンはちょっとね、厳しいかな。いや、でも、相手、貴族性でしょ。で、そしてこっち、火の何本もこれ。火6でしょ。火 6C ならこれワンチャンあるんじゃないか、別に 0.5 倍くらいだったら。ワンチャン殴り合ってみよう、一旦。ワンチャンにかけて。どうだ？余裕ですね。え、すんよ、マジで。これ。これ、強いな。めちゃくちゃ優秀やん。で、ここもロザリン打って、ちょっとでも盤面の数少ないんで、ダイナも打っちゃおう。おい、ダイナをこんな強欲に使えるのめっちゃいいね。ダイナってね、言うてこれ火7個生成なんで、下段だけ見たらね。普通にめちゃめちゃ強いんだよな。はい、じゃあ7コンボ。18、19。で、ロザリンの時はエンハンスが入る分、火の生成量はちょっと低め。ちょっと火力高すぎないか、これ。さあ、ここも花沢打ちましょう。やっぱどうしてもね、76番面リーダーなんで、そうなんて言うんだろう。序盤の方はめんどくさいですけど、ここバインドクラグで大丈夫です。はい。序盤の方はめんどくさいけど、この後無条件で強いのおもろいな。76リーダーの特徴でね、やっぱ序盤はちょっと安定感減りますからね。あいつのせいでね。ただまあ、ここもしっかりと火の全力組んであげれば、まあ削れはするんじゃないでしょうか。15コンボ。惜しい。もうちょいで倒せそうなのに。ここもロザリン打ちます。はい。宝剣が帰ってこないんですけど、5ターンの間。5ターン帰ってこないのやめてほしいんだけど。宝剣？お前は必要や、うちのパーティーに。早く帰ってこい、宝剣。宝剣。ここで死んでどないするんや、宝剣。こんなやついねえだろ。ちょっとこれ耐久ですかね。仕方なくの耐久かもしれん。さすがに。宝剣ちょっと帰ってくるまで耐久しましょう。これはシャーナシ耐久ですね。編集長のゆころさん、よろしくお願いします。終わったんで突破していきましょう。ロザリンにしようかな。ここアトリエス距離で軽減発動してあげて、いや、ここは花沢にしましょう。ドロップいっぱい欲しいんで。うわ、行く、行きます。これはどうしよう。これ逆に組めんな。光こっちに輸入するわ。光こっちで。お願いします。お願いします。これで。3、4、5、6セットか。まあ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 、6セットだけども、全体攻撃7セット！いいね！ 7 セット！今までで意味のなかった火の7セットが活躍するのめちゃくちゃいいな。そう、今までこんなに組んでも意味がなかったから組む必要なかったんだけどね。意味があるって素晴らしいな、マジで。意味があるんだよ、この編成には。ちょっと強いし楽しい。
え、マジで。てか俺100式パズドラ史上一番好きなダンジョンかもしれない。おもろすぎる。いやこういうさ、1個ぐらいは欲しかったんだよな、軽くだけのダンジョンみたいな感じのね。まあ、100式って超絶軽く特化なんで、ほんと軽くゲーじゃないですか、言うなら。こういうダンジョン俺めちゃくちゃおもろいから好きだけどね。難易度もちょうどいいっていうか、ギミック耐性がね、今のパズドラってギミック耐性をするゲームだったじゃん。なんかこれこそが本来のパズドラっていうかね。でしかもちゃんと作り込まれてるのがいいよね。でここは花沢打ってあげてぶっ倒します。はい、これで533333。余裕のワンパン。待って、お願い、発狂だけやめて、発狂だけはマジやめて、マジやめて。今すごい気分いいから、もうここで負けるともう俺取り直せない、もうこれ取り直せない。今こんなに楽しいのに、だって2回目ってなったらやらせになっちゃうじゃん。よしよしよし、危ねえ。テイク2は YouTuber 全部やらせなんだから。あれテイク2楽しんでるやつなんていないからね。そうだよ、 YouTube でさ、もうテイク2で楽しんでるふりしてる人は全員やらせだよ。これも消化は俺ね。テイク1がいっちゃん楽しいんやから、こういう編成は。こういう編成2回目やらされても別にね、嘘つくことになるからね。え、こんなに軽く出るのっていう1回目のガチの反応に対して2回目って嘘やん。絶対に負けれない。このテイク1をみんなに届けるのが俺の仕事だからね。じゃあナイス。花沢、距離打ち合わせるだけは注意したいですね。まあこれで昨日5セットナイス、5セットの12で、まずは半分まで14、15、これで半分で、ロザリン打って倒しましょう。あー、ブレイジングハートがたまっ、距離なんか悪いことしたん、距離は。なんで今いきなり距離こんないじめられたんや、どういうこと。この後覚醒向こうっていらないよな、いらないよね、いらないはず、うん、だってこの後の覚醒向こうって来ないから、ここで封建だね。しゃあ行け、こっから封建も自由に打てるんで。そう、さっきの階層のあの覚醒向こうが過ぎた後は封建自由打ちできるんで、これでさらにヒドロップの生成量も増えて、でまあロザリンエンハンスで上書きはしちゃうんですけど、言うてこの1ターンの間とか花沢打ってるターンに関してはがっつりエンハンスも乗るしね。めっちゃいいじゃん。はい、16。何よりこの封建のね、自分のエンハンスですね、自身エンハンスのおかげでこいつ自身の火力が上がるんで、これがめちゃめちゃでかい。2倍上がってるのこれ、やばいな。え、もう絶対ワンパンじゃんこんなん。いくぞラードラゴン、勝負。いやもう十字組みながらワンパンするわ。しかも十字は2個あるんで、いやちょっと4つある。うわ、もう強すぎこの編成。いきます、最強。もう使う前からわかる、使ってるけども。今もうちょっと組めたな。でもこれちょっと甘えたね。昨日5セット甘えてる、甘えてるんだけど強いからいいんです。そう、結局強ければ何でも OK。 ワンパーン、強ければ何でも OK ボース。本当にそう、強ければ何でもいいので、水ドロップ消す内がもうそろ来るので、ちょっとここら辺でじゃあね、ダイナ打っておきましょう。てかさ、全然的水属性なんなくない、今更だけど。水属性なってほしかったね。真の攻撃力3倍あったのか。あ、じゃあちょっともうちょい後でもよかったな、打つの。シンプルイズベストの平積みしてみるか、一回。これで。ヒダフレは 0.25 倍か。ちょっとそれは痛いな、さすがに。自身の攻撃力エンハンスは乗らないからね、こいつら。いけ、おお、いい削り、ほぼ突破で、ここで距離打ちます。ショウ、あー、ちょっと1ターン待つべきでしたねこれ。そうですね、やらかしちゃったな。まあいいや、でもここで距離打ちます。はい、必ず距離の軽減ループだけは忘れずに打ってあげて、さあこれで火の全力組んでいきます。14コンボです。このまま、まずは進化前突破していきましょう。さあ、ということで、進化後、ボス！
リダフレ若干今は食らってる状況なんで、ちょっとそれがうざいかなぐらいの感じです。リーダーに5勝武器が溜まっちゃってるよ。これもったいないけど、まあ別にダイナの属性変化なくても強いからいっか。だって今のところ正直さ、まあ、あの水属性一回も引いてないから、実は今回の動画気づいてると思うんですけど、皆さん多分一回も引いてないよね。シンプル出番なかったってのはあるんですけど、まあもう言うまでもなく、この編成あのバカ力が一番の見どころなんで、別にこの属性変化なんておまけなんですよ、あくまで。結局何も考えずに出せるこの火力が一番なわけよ。はい、ということでここで花沢打ちます。花沢打ってね、まあ、股間組んでいきましょう。パワーでいきます。ちょっと待って、これ分割して、分割するわ。ほい。さあこれで無股間含む火の5セット。いけ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 。いい削り。ナイスナイスナイス。無股間持ってるのが、リダフレ以外全部持ってんのかこれ。みんな無股間持ってますね。それは強いな。ルーレット利用したいけどね。うわー、間に合わないか。いやー、ちょっとミスちゃった。あ、危な。危なすぎ危なすぎ危なすぎ。何してる俺。集中します。ほんとここは絶対に回復。危ねー。はい、これで無効貫通含みつつ、ちゃんと回復入れていきましょう。ナイス回復。危な。今一瞬めっちゃドキッとした。怖え。はい、ナイス半分。いい削りですね。え？まあ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。めっちゃ焦ったけど、よく考えたら大丈夫。ここは、ホーキン打ってあげて、でね、ケスナイドルップ回復は、まあ一応しときますか。さすがに邪魔だしね。ダイナでしておきます。はい、からのロザリン打って股間で殴ります。ただね、リーダーだけはね、そのダメージ無効貫通に対応してないはずだから。そうだね、リーダーだけ無効貫がないんで、ちょサブがどれだけ頑張れるか。 50% カットよ軽く。え、でも結構強くない？え、全然削ってるんだけど。何こいつら、本物のバケモンがおった、ここに。花沢打ちます。さあこれでも突破狙いましょう。いきます。待て、ドロップ何個だこれ。足りてますね。 いけるでしょこれなら。さあということでね、今回は火属性の無効貫の力を使いまくって、非コンボ強化圧倒的火力編成で百式の攻略。いやいや、ここで五条が発動するわけですよ。ダメージ向こう。盤面きれいにしとこう今のうちに。え、大丈夫です皆さん、安心してください。安心してください。五条のダメージ向こうがあれば何だってできる。え、まさか虚無の波動覚えてないよね。いやいや、このダンジョンは面白いダンジョンだから虚無の波動なんてしてこないよ。だってこんなに面白いダンジョンで虚無の波動はしてこないんですよ。マジでこのダンジョン作ったやつ神。もう分かりすぎてるパズドラを。ということでね、ラストいきましょう。花沢打ってぶっ倒していきます。まさかの全くいらないと思われた五条がここに来て活躍するのいいね。さあということでどうしようかな、まあ、平積み無効貫でいきましょうか。いきます。ちょっとね、盤面的にね、もう少し組めそうな感じがあるんであれですけど、よいしょ。さあ、こんな感じで。いや、ちょっと、まあまあ、でもいいか。12コンボ組んであげて、さあ、このバカ力で突破していきましょう。やばすぎだろ、これ。え？これ全貫数じゃない？ういー。あ、まあ、若干やん、スクラってる奴らはしゃあないとしてね。強すぎるだろ、これ。ということで、なんかすごい楽しすぎた編成なんですけど、楽しんでたら無事クリアということで、なんとか勝てましたね。なんとかとかなかったですね。まあ、本当にね、
火の単色が今どれぐらい熱いかっていうのがちょっとこれで伝わればいいなと思います。ほんと爆破力なんですけどね、マジで強くて、こういう使い方もできるんでね、ぜひよかったら使ってみてください。ということで今日はね、ダイナとロザリンを使って今熱い火の単色で百式の攻略動画でした。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。